ンドリーニュは、スペイン領ネーデルラントの軍人、外交官、政治家。バルバンソン男爵、アーレンベルク伯爵。フリースラント州、フロー人間ンン州、ドレンテ州、オーファーアイセル州総督。リーニュ家の冒険である、バルバンソン男爵ルイドリーニュと、その妻でゼーフェンベルゲンの女領主であるマリード、ベルジェの間の息子として生まれた。新世ローマ皇帝。 スペイン王カール5世の側近の仲間入りをし、1546年には、金曜毛騎士団の騎士に助任されている。1547年、マルク・アーレンハクロベール3世の妹で相続人のマルグリットと結婚して、アーレンベルク伯爵位を受け継ぎ、アーレンベルク家の第三系統を創始した。1549年、フリースラント州、フロー人間州、ドレンテ州、 オーファー・アイセル州の北部の4州の総督職に任命されている。フランスと皇帝軍の戦いに参加し、1557年の三貫誕の戦いの戦いでは、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公、ハインリヒ2世と共に皇帝軍の不評軍の左翼を指揮し、先行を立てた。1566年、オラニエ公はウィレム1世やエフモント博・ラモラール、ホルン博、 フィリップとモンモランシーなどのプロテスタント派の有力貴族が反乱を起こした際は、スペイン王フェリペ2世に対する忠誠を守り、オラニエ公たちには組みさなかった。自らのを統治する北部諸州でのプロテスタント支持の流れを抑え込むことができなかったものの、1567年までは流血沙汰を起こすことなく、平和的に認知を統治していた。しかしその後は、 プロテスタント反乱軍に押されて南部へ逃亡を、アルバコの軍隊に合流する。アルバコが、エフモントクとホルンハクを逮捕、処刑した際にはこれに反対した。1568年、アルバコの命令で、オラニエコの二人の弟、ローデウェイクとアドルフが占領したフロー人間、脱海作戦の指揮をとり、5月23日の、ヘイリヘルレーの戦いで戦死した。外は、 ゼーフェンベルゲンの聖カタリナ教会に埋葬された後、1614年に、アンギャンのアーレンベルク家の霊廟に改めて葬られた。アーレンベルク家の当主の座は、長男のシャルルが継いだ。ありがとうございます。